速報です。新千歳空港の国内線では午前10時ごろから搭乗待合室でトラブルが起き、保安検査が止まっています。ただいま搭乗待合室内の安全に疑義が生じたため、保安検査を一時中断させていただいております。午前10時ごろ、新千歳空港国内線の搭乗待合室でトラブルがありました。北海道エアポートによりますと、どのようなトラブルがあったかは調査中ですが、保安検査場を通った乗客や機内に搭乗した乗客についても一度保安検査場の外で待機させ、このあと午後0時半から保安検査をやり直すということです。いや、飛行機間に合うかなって、30分でこれだけの人で中に入れなくてどうしようかなって、お盆を道内で過ごした人たちの U ターンに影響が出ています。